綺麗なお姉さんの秘密。おはようございますということで、一応7時半にですねオプショナルツアーということで、ゾウさんと一緒にねご飯、まあ私たちは食べないんですけど、ゾウさんたちにどんなご飯を差し上げるのかなと思ってましたら、これは何なんだろうな、竹なのかそれとも、サトウキビなのかなというちょっとね手がベトベトしたので、おそらく糖分がありましたからサトウキビじゃない、ちょっとさすがにかじりませんでしたけど、この子たちのご飯はねいきなり玄関にズドンと置いて、これを食べさせろみたいな感じでね、ゾウ使いさんが持ってきてくれました。そしてね小ゾウちゃんが可愛いですよね。この下からねひょろっと鼻を出してるんですけどね、なかなかお母さんがすぐ食べちゃうのでね、なかなかちょっとあげることが最初はできなかったんですけどね、自分たちの部屋に、ゾウが来てね食事を一緒に取る、まあ一緒じゃないけどね食事を差し上げるなんてことはねしたことがないので、生まれて初めての経験でございました。ぜひですね、こういった形でゾウさんと一緒に触れ合いたいね皆様は、タワンリバーサイド、リゾート、こちらのね、ホテルを予約していただければと思います。ホテルといってもまあ全てね、ヴィラになってますので、一つの村でね、一軒家が、ちっちゃい可愛い一軒家がポツポツ立ってると、そんなようなイメージでございます。まあ虫 OK、 猫 OK、 犬 OK、 そして、象のうんちがあちこちに起こってても大丈夫という方であれば、問題ないと思いますね。潔癖症の方はちょっと厳しいかもしれませんけど、私もある程度ね清潔な方が好きですが、まあ全然大丈夫でしたのでね、ぜひ足を運んでいただければと思います。こちらのリゾートにはですね、なんと12頭もね、ゾウがいるんですね。そして、ブンプンエレファントキャンプというところに、所属をね、しております。最年長のゾウさんは、1990年に救出されるまでですね、ジャングルで、木の幹をね、運ぶ仕事をね、していたそうです。最も若い5頭に関しましては、ここで生まれたということで、非常にね快適で、健康であるということでございますので、ご安心していただければと思います。ゾウさんを見ると、しっかりね鎖でつながれている時がありますよね、というかほとんどつながれてるんですけど、なんでね鎖なんかでつなぐんだろう、それはね、虐待じゃないか、ゾウさんがかわいそうじゃないかなんて思う方もいらっしゃるかもしれません。しかしですね、この鎖をですね巧みに使うことによって、ゾウさんのね非常に利益となります。ゾウ使いはね、24時間ゾウとね一緒にいることはねさすがにできませんので、休んでる時に関しましては、ゾウさんをね、鎖でねつないでおります。鎖の代わりにですね、動物園のような、大きなね、檻や柵に入れたらどうなんだというお話もね、あるかもしれませんが、やはりね、設備投資というところでは、こんなね、ジャングルで、象を使って、象使いさんというお仕事されている皆様には、そんな大きなね、お金を買おうかなものをかけることができません。でもね、ゾウさんのためには、安物でもね、一応木で囲いはしております。でもそんな囲いは簡単にゾウは壊してしまいますので、やはりですね、鎖は、人間とね、ゾウの安全を確保するということが第一の目的でございます。鎖がですね、繋がれる半径は、なんとかですね、人間とゾウの安全をキープできて、そしてゾウがね自由に歩き回れる、保護の、手段の一つと考えております。ゾウはですね放っておかれるとお互いをですね攻撃したり、車にね飛んでったりしまったり、もちろんね車がね走ってる行動ここはね守られてますけど、行動に面しているところに柵がね張られていましたら、やはり車に轢かれたりしてしまいますよね。そして、柵にはね、電気を回してる、この間ねパタヤのねタイガーパークもそうでしたけど、やはり柵にはね安全のために、電流がね流れていることが、しばしありますね。で、まあ、ゾウさんの、柵もね出ないように、安物の柵だからこそこういうね、電気回したりもしておりますので、そんな柵でね、感電をしたり
人間やね他の動物を、ね、傷つけたり殺したりですね、やはりね体重がありますからね簡単に蹴散らかしてしまいますので、それからねたくさんのゾウさんはね、食べ物を食べますよね。なので、近隣の農場のね作物を荒らしてしまいますので、そういったことを防ぐためにもねやはり、人間と共存しなければいけないというところで、ゾウさんのね足には鎖がつけられているというところでございます。ただねあのゾウ使いさんがいるときはこうやって、自由にね散歩もしておりますので、この中に限ってはね、非常に素晴らしい空間ではないのかなというふうに私は感じました。どうぞ皆さんもねご覧になっていただければと思います。ゾウたちはね幸せですかということのね問いです。仕事にねついてるゾウさんというのは、非常に刺激的なね生活を送ってるそうで、これはね研究によってよればですね、働くゾウさんは動物園のねゾウさんよりも長生きするということが、研究でね分かったそうです。ゾウとね、ここでもそうですけど、たくさんのゾウがね一緒に人と散歩しております。そして、ご飯をね、まあ、餌という言い方しますけど餌を与えたり、それから一緒にね川で入浴をしたりということはね、ゾウにとってはとってもね刺激的な行動ではあるんですけど、本当にその反面ねストレスが少ない生活だそうです。なのでゾウ、がですね幸せがどうか、今これ耳パタパタしてますよね。こんなパタパタして、尾っぽをね振ったりしてるとですね、非常に幸せだと言われております。そして、体重がね適切で、飼育下できちっと繁殖しているということができていればですね、特に問題がないということでございますね。ご安心ください。観光とですね象ですね、象のね観光業というのが、生まれてきたのはですね、もうね本当象はもともとね象使いさんたちと、木を運んだり薪を運んだりという仕事をしてね暮らしてましたけど、もうねそういうことができなくなってきて、どん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 ね人間界に追いやられてきて、交通事故にあったりねいろんな問題がありました。そして、森林を伐採され、食べるものがなくなりね本当に象は数が減ったそうです。そして、その間ですね食べるものを、どうするかということで、こういった、ね、観光産業というもので象をなんとか生かしたいと、そういうタイ人の皆さんのね象使いさんの思いで、象のね観光産業は生まれたということでございます。ゾウさんはですね、大人のゾウで、だいたい1日250キロね、食事をするそうなので、この250キロ毎日ですよ、与えるということは、やはり相当な費用に、ね、なりますので、その費用とね、ゾウ使いさんが、どのようにね、ゾウ使いさんも収入がなければいけませんから、得られる唯一の、合法的な仕事ということが、この観光業。こちらのゾウたちはね、こちらにね、たくさん毎日来る観光客に対して、こうやってね、ご飯をいただいたり、散歩を一緒にしたりということで、一緒にね、共存して生活をして生きていくということでございます。現在ですね、タイで飼育されているゾウの 95% がね、個人所有ということで、もうほとんどが観光業というね、未来ということでございますね。先ほどね、タイのゾウの 95% が個人所有ということ、それはなぜかと言いましたら、もうね、ゾウが住む場所がないということですね。現在の野生のアジアゾウのね、個体群を支えるだけのもう生息地がないです。そして、野生にね、戻すということも非常に複雑なプロセスで、生息地がないのに野生に戻すということも、無謀でございます。これもね、人間とゾウが衝突が増えるということがありますのでね、やはり、ゾウはこう言ってもう観光でね買っていくしかないのかなという世界でございます、というお話でございました。いかがでしたでしょうか。次回はいよいよねこの村ともお別れです。私はね、サンちゃん見てると日本にいるねサンちゃんを思い出してもうねもう愛おしくてたまりませんということで、ラストはサンちゃんこうやってね遊びに来るところで今回の配信の締めとさせていただこうかと思っております。次回もまだね旅は続きますので、ぜひねこの機会にチャンネル登録をしていただければと思います。そしてこの動画なかなか良かったぞということでございましたら、ぜひねグッドマークの方もよろしくお願いいたします。それでは
いよいよ次回はさよならさんちゃんでございます。それではお別れまでしばしさんちゃんご覧になっててください。まだまださんちゃんね2分ぐらいありますから、どうぞご覧ください。最終日はさんちゃんね、もうべったりです来てくれています。こんな感じで僕はあまりにも可愛いのでお部屋にも入ってきちゃいました。我が家の子です。でもね、今日でお別れなのよね。だからちょっとそれが寂しい。でもこの子はたくましいの。ね、この子だけ首輪してないんだけど、でも可愛がってもらってそうだから大丈夫かな。とてもいい子です。こんな感じで今日はベッドでくつろいでおります。バイバイね。